はいどうも、イーナレスです。前回に引き続きゼノブレ2実況やっていきたいと思います。なんかね、今戻ってきたらタイトル画面が変わってたんだよね。ワンでも見た美しい空模様だね。最初のあのなんかめちゃくちゃ天気悪いのって何だったんだろうね。まあやっていきましょう。で、そうだね、前回はじっちゃんがミニ流になり、ホムラが仲間に加わり、で今からニアちゃんを探しに行くってとこで終わりましたね。あれから結構いろいろやり込んでまして、まあ、このセーブファイルを見ていただけたらわかるんですけど、もう8時間近くプレイしてますね。そうで、レベルも少し上げて今9になってますね。まあ、ちょっと今作はその加入してきた仲間が同レベルなのかそうじゃないのかってのが分かんないんで、あんまりやってもしょうがないかなと思って適度にやっていきました。ああホムラ飛び降り自殺しちゃった、持ってきた。うん、で前回と今回の間で近づいたんですよ、このチェックマークにね。したらなんかストーリーが始まっちゃったんで、慌てて消して、でここで待機してたって感じですね。あ、そうそう、ホムラ可愛いんだよね。なんか暇の時とかさ、こうやって炎とかで遊ぶんだよね。あ、そうそう、でホムラの名前がパイラって名前で、なんでだろうって当時思ってたんだけど、これうまい翻訳だと思うんだよね。パイロキネシスって言葉、日本でもちょっと浸透してると思うんだけど、要は発火させる能力のことをパイロキネシスって言うんだけど、そのパイロの最初の3文字が PYR なんだよね。そのパイロっていうの、英語の発音だとパイロなんだけど、それだと名前が女の子っぽくないから、最後の O を A に変えてパイロにしたって感じなのかな。とそういうあれでいくとさ、おそらく今後出てくるであろう金髪の子、あの子確か名前があかりってんだよね。でもホムラはもう読んで字のごとく炎を使うし、多分あかりは雷のエーテルを使うキャラなんじゃないかなと思ってるんだよね。となると名前どうなるかって話したんだけど、なんだろう、エレクトラとかその辺みたいな感じの名前になるのかな。ちょっと予想を当てられてるらしいんですけどね。うん、とまあこんなもんです。進んでいきましょう。そうで、このゲームさ、この上の数字表記今17になってるけど、0になったらストーリーが始まるかと思いきや、なんか適当に発動するんだよね。ちょっと検証してみようかな。16 15 14 13、ほら13で始まっちゃうんだよね。そう、ここまで見た。この音は、なんか戦ってる男はね。ドライバーとブレイドが何かと戦ってる。うん、間違いありません。あれかな、ニアちゃんが何かと戦ってるか、あるいはヤッコが、あ、2人とも健在だ。お嬢さん大丈夫かい。私に任せて。あんた一人置いてけるわけないだろ。ヤッコくんね。お、手を貸すぞ、ニア。ナイス。レックス、なんでここに。お嬢様、後期です。何でも捕まるか。一緒に落ちてきただろう。ああ、やっとパーティー2人になったね。自分で経験値稼ぎとかしてる時とかさ、すげえ鬱陶しかったんだよね、一人だったから。お、トゥートレルくんだね。ニアちゃんを手助ける前に、ドライバーが数人いるパーティーの戦い方を教えましょう。上の、矢印が指しているアイコンは、敵のウィークポイント、弱さを教えてくれています。で、炎のアイコンだから、エネミーは炎に対して弱いです。なるほど。
なんかあったんだよね、同じレベルの敵でもさ、なんか妙に硬い敵とか柔らかい敵とか相性だったんだね。全速はなかったよな。まああった記憶はないな、あったとしても。そもそもあれだもんね、ワンって属性攻撃の人ってメディアぐらいしかいなかったもんね。まあいいや、でファイアーアイコンだからこの敵は炎に対して弱いです。だからパイラ、ホムラが優位ですね。で次は、パーティーメンバーを立たせる方法です。これは知ってるね、前作と同じだね。ドライバーの HP が0になると、倒れます。でこの上の黄色い矢印が指しているゲージが1個でも溜まっていれば、倒れているパーティーメンバーの方に行って A を押せば蘇らすことができます。自分が倒れていても他のパーティーメンバーが同じようにあなたを助けることができます。要はパーティーゲージさんまで溜まっていればいけるということです。あ、それと、ブレイドコンボについても。ただしかしそれをやるにはまず、スペシャルを使ってもらわないといけないから、今からあなたのスペシャルゲージを満タンにするので使ってみてください。よっしゃ。おお、もうチュートリアル長えな。今回のブレードコンボは、炎属性からの水属性のコンボでやってみましょう。まずは、ファイラの、レベル1のスペシャルを使ってみてください。わかりました。得意技で決めます。やってみます。おい、準備 OK。 よし、伝わってくる。準備 OK。 俺も同じ気持ち。同じ気持ち OK で、ブレードコンボをリンクさせるには1個前に使ったスペシャルより1個レベルの高いスペシャルを使わないといけないです。だから今回はニアのスペシャルゲージをレベル2にしとくので ZL で使ってください。ああ、今作はあれなんだね、勝手にパーティーメンバーの技を使うとこできるんだね。よし、ほら、いいね。あれ使えてる。おー、オッケー。おー、ストレートのまま気を引き締めていきます。あ、スチームボンって書いてある。同じ気持ち。何すんのさ。アンカーショット。今から解除しましょう。水蒸気爆弾って今出たね。ソードパワーバッシュ。あれ、なんか回復してね。ここからが本番です。じゃあな、ちょっと私は誰も止めない。ダブルスピンエッジ。スティーボーブレイク。いっけー。なんだ、なんかブレイクしてる。ゲームノバ。また強くなっちゃった。おい、終わった。あんたたち、なんでって聞くまでもないか。そうだ、そうですね。ああ、でも本当、無事でよかったよ。あんたたちもね。って、そういえば、あの時助けてくれたでっかいやつ。ああ、それや。あのアルスはですね。わしのことかの。おるよ。嘘、なんで。いい反応するな。まあ、こっちはこっちでいろいろと。どこか落ち着けるところに移動しないか。話はその時にさ。その方が良さそうですね、お嬢様。ああ、そうしよう。うん。おお、もうすぐ近くやっけ。なるほど。その子と楽園にね。あなたはちょっと。お礼を言ってなかったね。楽園なんてないみたいなに助けてくれて小バカにしてたけど、おお、まあでもそこは素直に。あんたがここまで運んでくれたって。アルス様、ありがとうございました。礼には及ばん。お前さんたちもレックスを助けてくれたんじゃからの。いいよ別に。確かにそうだな。しかし便利なもんだね、アルスってのは。全てのアルスができることでは。それは前も聞いたよ。いいよもうって、なんじゃその言い草は。
そもそもお前がそんなわけのわからん仕事を引き受けおったのが原因じゃろうが。じいちゃんはここでのんびりしてとか言って飛び出して行きおって。いや、それはですね。あ、はいはい、わかりました。俺が全部悪いんです。すみませんでした、ごめんなさい。あ、ちょっと運命いじめてるとこあったからな。適当に謝りおってからに、まったく反省の色が見えん。この辺なんかちょっと子供っぽいよね、レックス。なんでじゃ。だって俺があの場所にいなかったら、ホムラはあいつらの身なりに。それもそうだな。レックス、ホムラはそんなの絶対ダメだ。覚醒することはあったのかな、レックスがいなかったら。ホムラを渡せない。寝とる。ニアちゃん、何それ。どんな寝相？すげえな。何を思うか。まだ起きとったのか。なんだか寝つけなくて。一応寝れるのね。そういう体質とかではなく。お久しぶりですね。おい、青龍さん。ね。面識があるとな。昔とは随分と印象が変わったの。昔って500年前？いろいろありましたから。容姿が変わったってなんか前も言われてたよな。命を分け与えてくれたこと、礼を言おう。マロス君に。その上で聞きたい。レックスにした話、あれは本意か？はい。そうだよね。私の本当の気持ちです。嘘をつくようなタイプには見えないけど。そうか、ならは信じよう。他の誰でもないお前さんの言葉を。でももう一つ目的ができました。ほう。真と滅か。真と滅なんだね、名前は。今のままにしておくことはできない。宿命じゃな、天の聖杯の。はい。巻き込むのか、レックスを。まあでも命を助けた時点で。生命取るわけじゃない。うん。お前さんが望まんでも、あれは首を突っ込むじゃろ。いや、じゃあ寝そう。そういう子じゃ。胸のコア半分になっとるの。ああ、そうなんだ。お前さんも背負ったということか。青龍さん、レックスを頼んだぞ。もうじっちゃんちょっと、はい、あんまり戦える感じではないからな。ああ、まあ素直そうでいい子っぽい感じはあるけどね、ホムラは。お、起きた起きた、みんな。さてっと、とりあえず近くの町か村にでもと思ったけど、ここどこだ。ギルド戻ります。スペルビア帝国グーラ領。グーラのアルスは見たことあるだろ。ああ、遠くからなら。あれのお腹あたりだね。ほう。そうか、ここがグーラなんだ。これもアルスの上ってことか。ん？そういえばニアのその耳、もしかしてグーラ人？遅いよ、今頃気づいたのか。出身なんだ。お嬢様の故郷なのです。そこの姫君的な。それは心強いや。町に行きたいんならまずはこの森を抜けないとね。道なりに登っていけば平原に出るはずさ。町はその先。よし、まずはそこに向かおう。オッケーオッケー。いや、まああれなんですけどね。あれ、ここ戻れるんすよ。そう、ね、前回の間に結構頑張っていろいろやってて、もうこのように場所とかもいくつかアンロックしたんですけど、普通に戻れてこれるっていうね。
まずじっちゃん飛べないのにどうやって戻ってきたんだってのと、ここに戻ってくるのはあまりにも不用心すぎないかっていう問題はあるんだけど、まあなんかゲームの仕様上戻れたんだよね。いやもうなんだろう、シンとかさ、メツだっけ、おあ今度は姉ちゃんもいる。そう、今まではねずっとホムラと二人食べだったんだけど、あれだね、ビャッコもニアちゃんも来てくれてるね。そうで、めちゃくちゃ普通に歩き回れるし、そうメツとシーンいたらどうすんだっていう話なんだけど、まあいなかったんですよね。ただいるやつはいたんですよ、あのバナ会長っすねバナ会長さ、普通に悪い人っぽいし、なんか天の聖杯とかどこ行ったんだみたいなこと聞いてたから、絶対に会っちゃいけないような気がするんだけど、なんか会える仕様になってんだよね。で一応ムービー始まらないか怖かったから念のため近づかないといたんだけど、まあここはさすがに、おお増えた、ニアちゃんがパーティーに加わりましたね。ああレベル6のままか、ドラクエと同じタイプだね。前作はキャラが加入するときって自動的に主人公と同じレベルになる設定だったから、もろもろすごく楽だったんだけど、そっかレベル6か、まあ仕方ね。あ待って、でセーブあしたっけ、してないかもしれないからもう一回して、で万が一これが良くないイベントだったとしても戻ってくれると。じゃあ話しかけましょう。あれ横にいた女性たちいない、休憩中か、おいたいた、休憩中でしたね。何か面白いことある、宮垣くんか。私と春柄多分もう片方の女性かな、実はダンスが得意なの。だからバナ会長に気に入られて、今は秘書兼、専用の踊り子なんです。へえ、やっぱスケベ親父だな。まあ正直に言いますと、私よりかは春柄の方がお好きっぽいんですけどね。まあそれはともかく、仕事は楽しいし、まあ扱われ方も満足しています。まあ一応いい上司なんだね。じゃあずっとこれが続けばいいのになって思ったりします。ほうほうほう、あなんか意外と会長の人となりが分かるというか、悪人っぽいけど部下は大切に使うんだな。ニアちゃん、へい、またニアちゃんか。ホムラちゃんはねあんま喋ってくんないんだよね。バナ会長のための仕事がないときは、クルージャー、今話した人だね、私はダンスについて語り合うの。実家にいた頃はとても踊り子として生計なんか立てられなかったから、ここに来てよかったわ。私と同じぐらいダンスが好きなことを働けて幸せだわ。給料もいいのよ。ほう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 、へえ、おお、バナ会長ちょっとだけ見直したな。悪いやつには変わらないんだろうけど。じゃあバナ会長あれかな、残りの10万ゴールド渡してもらおうかな。これはこれはこれは、戻ってきてよかったもん。しかも無傷も、いや一回死んだんですけどね、お前の客人に刺されて死んだんだけどね。古代の乗り物と一緒に沈んだものだと思っていたもが、これは良かったもん。レックスはバナの信頼を得たもん。もしよければこれからも一緒に仕事を受けてもらってほしいもん。あ、そんだけ？なんか悪ぶれる様子もなく、てか金くれよ。おい、成功したら残りの10万もらえるって話だっただろうよ。おい、話が違えじゃねえかよ。おい、この野郎。おい、おい。よっと。おい、聞いたのか。おい。よっと。まあいいや。
悪ふざけはこんぐらいにしといて、うん、ここが一つで、あともう一個行きたいところがあったんだけど、なんだっけな、あ、そうだそうだそうだ、そう、渦潮が帰ってきたのよ、我々が乗ってた船ね。で、まあ、あそこにもさ、サルベージポイントがあったりって感じでさ、もうめちゃくちゃ勝手に乗っているんだけど、一応このね、スプレイン、これ名前が特徴的だったから覚えてたんだけど、当時その時の船乗りだったんだよね。これでもちょっと話聞きましょう。はあ、もう、未探索の海に、サルベージしに行くのはもうコリゴリだぜ。もうこっから先はしばらくもうつまんねえメンテナンスの仕事だけを受けることにするぜ。あ、そんだけ？あ、なんだよ別に取っとく必要もなかったな。そうそうそう、だからここでさ、いろいろあるわけよね。これさ、マップ見てほしいんだけど、ちょっと待って、こっちの方がいいか。そう、これさ、アイコンのあれが使い方が分かったんだよね。まずこの渦巻きみたいなのがスキップトラベル。で、これがロケーション、場所だね。これいらねえから、これは、フィルターオン、フィルターオフで、こうやって、つけたり消したりすることができると。まあ、いらなそうだったんで、とりあえず消しときます。で、多分、前回のストーリーをクリアした際にアンロックされた新しい要素なんだけど、このコレクションポイントっていう、なんかポイントみたいなのがあって、そこで A を押すとなんか素材が手に入るっていう場所があったのよね。これは結構使えんで、そう、この船の屋上とかにもいろいろあるんですよ。で、これがハートハート、これは多分だけど絆トークだと思う。これは多分まだまだ先だろうから、一応つけてはいるけど、まあしばらくは見ないかな。で、これがサルベージポイント。そこの船はね、3つあって、まず片1つが、この1階の一番上と一番右。で、このめっちゃ高いところの一番左にあると。なんかね、この船のサルベージポイントが一番良くてさ、金もレア素材も結構手に入るし、悪くないんだよね。で、次がショップ。これはもうこんなたくさんあるんだけど、まあ、ここではわざわざ使う必要はないかなと。これが、現在の目的。これが、クエストスタート。で、これが、フィールドスキルって言って、なんかね、宝箱とか、障害物とかを、ホムラ、まあ、元い私のブレイドが持っているスキル次第で、開けたり、のけたりすることができるんだよね。例えばなんだけど、ここに宝箱があるわけなんだけど、お宝回収、これ開けようとするとこうやって出てきて、今のだと2つスキルが必要で、どっちもレベルが足りてなかったから開けられなかったと。けど今後ね、ホムラのレベルが上がったりとかしていくと開けられるものなのかなとって感じですね。ここは、そんなもんかな。そう、私がアンロックした要素。あ、一応、屋上の海とか、こういう場所だよっていうのも。到着。うん、そうそう。結構見晴らしよくてさ、化け物もちゃんとしっかりよく見えるっていうね。これあれだよな、なんか、あれかな。フグみたいな、フグっていうかなんだ、ハリセンボンみたいな、空気が入るタイプの、アレスだっけ、なのかなって。そう、結構人とかもいるんだけど、お、あれお前はダンスのおっちゃんじゃないか。私が第2回のサムネにしたこんなとこで会えるとは奇遇だな。話せるわけではない、仕方ねえ。これなんだ、お前の彼女か。あ、よく見ると猫耳的なの入ってるね。あれか、ニアちゃんと同じ種族の人かな。なんて場所だったっけ、ゾルなんちゃらって。
ゴルモット、まあ多分日本語の名前は違うんだろうけど、あとこれがそうだね、コレクションポイント、何が出るかな、こうやってやるとポンポン出ると。今の魚たちがカキとグリタースプラッド、わかんねえな、なんかの植物かな、なんでこんなとこからカキが出るんだよって話したんだけど、まあ何が出るかなった。このゲームあまりそういうの突っ込んじゃいけないんで。これはスイートキャベジ、わさびもあんだ。前作わさびあったっけ、なかったような気がするな。まあ、いや、よし。というわけで、説明は以上にして、ストーリー進んじゃいましょう。まあ、ニアちゃんのレベルもちょっと上げたいとこなんだけど、それは別に裏でもできるから、基本的にモンスターは避けて、通りたいと思います。おお、あ、ニアちゃんのコメント新鮮だな。パーティーメンバーが増えるとさ、こういうやりとりとか増えるのがいいよね。しかも今回、今作だとさ、パーティーメンバーに加えてそのパートナーもいるから、まあ、ちょっと今後何人パーティーメンバーが入るのか分かんないけど、シンとメツは仲間になってくれんのかな、分かんないんだよね。プレイヤブルだったからメタ的に考えると仲間になってもおかしくないとは思うんだけど、いやーちょっと分かんないよね。どれどれ、まだ全然あの人たちのこと知れてないからね。まあレックス化すればマジで適当に存在に扱われた上に殺されたっていう因縁があるから、レックスはちょっと納得いかないかもしれないけど。よっと、あれ待って、どこ行くんだ、あ、こっちじゃなかった、ここの上を置けばいいんだな、違う、この上行けないよな。あ、行ける？あ、行けるわ。ここか。オッケーオッケー。あ、そうそう。で、はしごのアイコンも出てきてさ、これは前作もそうだったんだけど、登れるんだよね。いや、なかなかすごいよね、身体能力。こんなツタをこんなサクサク登るって。あれ？ちょっと待って、ニアちゃんってどう登ってきてる？あ、ニアちゃん、ああ。白虎は普通にテレポートしてくんだね。どう登るんだろうと思ったけど。まあ、白虎だったら別に。あ、なんだ？お、どうやら宝箱を見つけたようですね。しかし、よく見ればわかりますが、普通のとは違うタイプです。上のアイコンは、ブレイドのフィールドスキルが必要であることを指しています。もし、今ここで開けられなかったとしても、大丈夫です。ブレイドを育ててフィールドスキルを取得させてあげると、いつかきっと何が中に入ってるのか分かると思います。了解した。今回分けられないのかな。じゃあいただき、心を落ち着けて。うん、あ、今のはフォーカスっていうのがあったけど、ロックピッキング、あの鍵開けピッキングだね。やらなかったから開けられなかったって感じだな。なんだ、ここで説明入んだったらわざわざ言う必要なかったな、向こうで。まあいいや。うん、まあソーグルスール的、基本的にレベル5とか6とかばっかだな。基本的にレベルがこっちより低い場合って向こうから襲ってことないんだよ。お、なんだ、え、今もしかしてあれか、白虎のフィールドスキルを解放したって感じか。ちょっと待って。ZR で白虎アフィニティ、おお。さらなる力を得ることができました。アンロックしてるね。リバーズブレッシング、川の祝福。ああ、でも今のだった？ちょっとちゃんと読めてなかったな。ボタニーみたいな感じじゃなかったっけ。植物の知識って書いてあるけど。はあ。フィールドスキルがどれかってのはどうだったら分かるんだろう。これかな？
この感じではないけど、あ、これか、そういうことか。あ、じゃあ今のはこれが手に入ったんだね。オッケーオッケー、素晴らしい。で、手に入るスキルはじゃあランダムってことかな、どこの掘るところでもいつでも取れるってことかな。で、これはもしかしてあれか、これも実況会だったんだけど、こういう木が邪魔してる場合ってホモラが燃やしてくれるんだよね、フィールドスキルで。炎よ、うん、お願い、キンドルフレームアクティベート。おー、まあ私ピンのこれで3回目なんですけど、いけましたね。この道で合ってんのかな。ああ、でも減ってっ、ああクソバレた、仕方ねえ。ほら今回2人いるからな。伝わってくる。時には前に出ることも必要じゃぞ。はい、青龍さん。次からは意識してみますね。変な目で見られてるかもしれないから気をつけろよ。あ、今あれだな。セリフ喋ってる時ちゃんとレックスの口が動いてたな。あったっけな、前作で。それちょっと新しいね。で、そう、じっちゃんさ、どうやらなんかちょっとスケベっぽいんだよね。なんか、ホムラが前に出ることによって、ケツを拝みたいとか。なんか、その感じなのかな。ちょっと俺はさ、アルス、まあ、じっちゃんもだけど、元人間じゃないかって、ちょっと説を頭の中で唱えてるんだよね。レックスにさ、戦い方を教えたってことはさ、人間の戦いを理解しないとできないことだから、なんかあんじゃないかなって思うんだよね。うん。まあいいや。やっていきましょう。何が出るかなと。うん。ああ、まあさすがにそう何度もフィールドスキル出ることはないか。すげえな、めっちゃあんじゃん。これいける？どれどれ？ホムラのスキル出てくんないかな。出なかった。よし、まあまあ進んでいきの。敵はあんま近づけると襲ってくるんだよね。今さっきみたいに。なんか急に平和な空気が。おお、なんか自慢しとるわ。ドヤは私の故郷みたいな。あー、でもこれは壮観だね。ゴルモットプロビンス。なん、あー、そっかそっか。特大サイズのアルスか。じっちゃんはそう考えると結構小柄だったんだね。こいつは感動もんだよ。じっちゃんの狭い背中とは大違いだ。確かにな。余計じゃわい。まあ十分だろ、あれで衣食住あそこで成り立ってんだから。ブーラで一番大きな町、トリゴ。トリゴ、トリゴス、あんまかんないな。とりあえず町までは送ってく。着いたらそこで私たちの役目は。そうなの、仲間じゃないの。なんで仲間になってくんないの。なんでって、私はあんたらと一緒にいることはできないからね。それってあいつらとのことがあるからか。まあ、嬢様って言われてるから多分。出会ってから日が浅いとはいえ。王族的な。一応。ん？仲間だからね。出会ってから日が浅いの？あいつらが仲間？ああ。殺そうとしたんだぞ。あれか。それでも。滅と進化。私の居場所はあそこにしかないんだ。ニア。なんで？お嬢様なんだから王族なんじゃないの？まあなんか事情があるんだろうな。なんかあれかね、居場所追われたとかそういう感じのやつかね。おお、またチュートリアルくん。トリゴスの絵の初めての道のりになります。ここからは、ブレードとドライバーの信頼、トラストを気にかける必要があります。信頼はすごく大事なもので、アフィニティチャート、スキルラインだね。アフィニティチャートの、鍵付きのレベルを
解除するのに重要なものとなっています。だからブレイドからのサポートを万全にしたのであれば信頼関係を築くことです。クエストなどをコンプリートすると、その時ついているブレードとの信頼関係が上がります。で、信頼関係というのは、アフィニティがマックスになった際も上がります。アフィニティの絆ボンドは、黄色に輝きますと。ピークになったら黄色になるんだね。まあ、とりあえず今はトリゴスへ向かいましょうと。オッケーオッケー。ニアちゃんはまだ一緒にいてくれるんだよな。ニアちゃんはじゃああれか、自分の町に持って私たちを連れてって、そっからまたシンとマロスじゃなくてなんだっけ、あ、メツのところに戻るってことなのかな。それもなんか事情があるんだろうな。なんかホムラ、あの天の聖杯についていろいろ知ってることもありそうだったしな。ロケーションガンガン開放すんな。敵もいない、ありがたいことだ。どれ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 。おお、魚が出てきた。ミントフィッシュ、クラブクラブ、カニが多かったね今のは。あー、なんかあったな、こんな場所。前作でもこういう感じのだだっ広い場所でさ、あー、なんかすげえ強そうなもんいな。あ、お前は知ってるぞ、お前はアルム。よっと、懐かしいじゃねえか。あ、待って、間違った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 。あ、危ねえ危ねえ。どれどれ、今は戦いたくないんだ。なんかベリーみたいな音出た。おっと、なんなんだ。おお、ナイス。よっと、たまたま押した先に何が出るかな。ポイントがあったぜ。虫、こう、まあ、ちょっとあんま、あ、くそ、めちゃくちゃポイント多いな。いや、フィールドスキルが出る可能性があるって時点でもうすぐ取りに行くべきではあるんだよな。おお、強い。14とか16とか。いや、待って、こっちで合ってる？ちょっと待って、どこに向かいたいんだ私は。あ、めちゃくちゃあるね掘るポイント。あ、これはじゃあちょっとさすがに廃止外にやろっかな。こんなあるんだったらちょっとキリがないもんね。なんか距離遠くなってな。ちょっとことです、これを取っとこう。どれどれ。草花は心を癒してくれますね。ああ、でも今の同じのじゃなかった、ボタニーって。おお、なんかすげえ出た。なんだ、なんかアイテムが出てる。パース、財布。ちょっと待って、どこに行けばいいの。あ、あっちか。ちょっとさすがにここは飛ぼそうかな。はい、ぽい時に着きましたね。ちょっと、おわ、あ、今回は60でストーリーが動くか。レックスがなんか言ってんな。ちょっと待って、みんな、俺だけかな。なんか雲海の、おお、がなんか高くなってないか。その通りだと思います。もしかすると、道潮ってやつかもしれないな。雲海の、ああ、そうなんだ。なるほど。雲海の、C レベルってなんて言うんだっけ？日本語で。海の高さ。ちょっと、とりあえず一旦海の高さって言います。海の高さはあれか。ゴルモット・アルスが歩いてるからだな。あ、じっちゃん、時には、すげえな、アルスの足首までしか来ないこともあるが、今みたいにお腹の近くまで来ることもあるようだな。ほう、雲がこまれ高いと、あ、さっきキャンプしたとこには戻れないかもな。そのようですな。うん、そこは雲に沈んでしまいまする。でもアルスは常に動いているから、いずれまた雲も
下がって戻れるようになると思うぜ。その通りじゃ。こういうことは聞きはしてたけど、実際に見るとやっぱりすごいな。アーゲンタムだとこういうことはないからな。アーゲンタムや、レフトヘリア、これ多分あれだよな、故郷だよな。アーゲンタムやレフトヘリアではないからな。アレストは本当にでかい場所だよ。はい、まあじゃあ無駄話はそこまで。トリゴスも近いからさっさと行こう。感じるの。まあ匂いがするって言ってるけど、これは意訳で感じるにしました。でも匂うって言ってるから鼻はいいんだね。その辺はやっぱ動物的な特徴もあるんだね、耳だけじゃなくて。チュータリアル君がまたなんか言ってる。アレストのアルスは、雲海に囲まれています。で、今レックスたちが話していたように、雲海には、道潮、引き潮などがあります。で、これらは、時には前へ行けた場所に行けなくすることもあります。あるいは今まで行けなかった場所が開くこともあります。なので、それに応じて冒険をプランアウトしてください。雲海の引き潮、満ち潮などはエンバイロメントインフォメーション、あれかな、右上の天気のアイコンかな、をチェックすればわかります。右上の新しいアイコンを見てください。今ちょっと今映ってないけど、もし雲海のちょっとこれ調べてみようかな。どうやら普通に海面っていうらしいね。聞いたことなかったわ。海抜って言葉もあったけど、海抜はなんかあれっぽいね。その海抜何メートルとかだと、普段の海面よりどんだけ上にあるかみたいなことらしいっす。知らなかったですね。だからその海面の上に上がってるということを、じゃないわ。中間の線を超えてる場合は、海面を超えてるということになると。じゃないや、海面が上がってるということだ。で、逆にその線の下にあるってことは、引き潮っていうことになる。はぁ、それもない要素だったね。前作あれだったからな、巨神の上でみんな生活してたけど。到着。なんかやりましたね。巨神の上で住んでるがゆえのなんか面白いポイントとか、なんかこういう感じのあんまなかった気がする。まあなんか腕が動いて人が死滅するみたいな話はあったけど、ってなんだ、またストーリーが進んだかな。てかあれか、今町に入ったのか。すげえ急だよな。ここがトリゴの町か。変わらないな。おお、なんか家出したくた感じ。なんでもない。さてと、宿屋までは案内するよ。そこでお別れだ。そうか、知り合いにばったり会う前に帰ろうって感じか。まあストーリー的に一回はなんか遭遇しそうな感じがするけどね。あれ、でも今の普通の人かっぽいな。てかあれ、音楽は、ああたまたまなかっただけか。お、神道、今の神道滅じゃありやせんか。あ、なんだこれは。もしかしてこれが私。そうだ、そういうことか。うまく特徴を捉えた人相書きで。おいおいおい、なんだって。どうやら私とお嬢様の情報がごっちゃになっているようです、ね、ああそういうことか、なるほど。これは心外。あーあーあああ、爪もあんのね、あなた一応。さあ他に勇気ある者はいないか。コミカルだったな。なんだ、君のその勇気で明日のスペルビアを支えるんだ。
ああもちろん月々の給料だけじゃない、恩給だって出る。勲功を積めば爵位だって賜られる。ほう、偉大なるスペルビア皇帝ネフェル陛下のために君の勇気を見せてくれ。なんか造幣してんのかな。名乗り出よ、明日の英雄よ。周平か、なんだろうあの人だかり。ドライバースカウトか。ああ、ドライバーか。ドライバースカウト、最近じゃ街中でドライバーを募集してんだ。同調できるものは日々減っています。まあ、それはな、軍人の中にもいなかったのでしょう。ドライバーを募集とか同調って何のこと。見た方が早いよ。てかさ、このポスターはさ、何これ、ウォンテッドってこと、指名手配されてるの。やめなよ兄ちゃん、危ないよ。あ、でも獣人だ。兄ちゃんにもしものことがあったら僕たちどうすればいいの。おう、おいおいおい、わかってるさ。だけどもしこの僕がドライバーになれたら。どけ青ビロタン。おい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 、誰だ誰だ。さあ俺にふさわしいブレイドよ。ダンス力を貸してもらおう。一緒に踊っていったやつじゃないか。いや、よく見ると耳が生えてるな。どうなるんだ。え、死んだ。おっと、これは見かけ倒すな。残念。やば。今何が起こったんだ。あ、今地下。血吹き出てたぞ。コアの負荷に耐えられなかったんだよ。へえ。残念ですが、資格のないものがコアクリスタルに触れるとああなってしまう。触れるだけでそうなんの。ドライバーになるのに資格がいるの。適性みたいなもんじゃよ。おお。適性。レックスはたまたまあったって感じか。まあなんか目が金色だから、なんかもともとそういうタイプの人説はあるけど。次は君なのか。あ、前勇気を持って。いや、今の見てやるやついる。兄ちゃん、おいおいおい、大丈夫だ。家族兄ちゃん、絶対にドライバーになってお前たちにいい暮らしをさせてやる。ああ、まあすれ違ってんな。兄ちゃん、あ、でも大おお、今のは大丈夫だったってことか。なんだ、なんか開いてる。ほう、あ、なるほど、適性があるものが、はあ、触るとブレイド、相棒と武器が出てくるのか。へえ、そういうこと。コアクリスタルが武器になった。ブレイドとはああして誕生するんじゃよ。そうなんだね。でも俺の場合は。あんたの場合は特別。ホムラ、天の聖杯なんだろ。まあその辺よく分かってないんですけど。ああ、じゃあレックスに別に適性があったというわけでもないのか。もうすでに理解不能。ところで、その天の聖杯って。そうだ、説明しろ。あいつらもホムラのことをそう呼んでいたけど。私だって伝説のブレイドってことくらいしか知らされてない。っていうか本人に直接聞きない。そうだな。行くよ。あとは叙任式とかつまんない式典ばっかさ。うん、ちょっと待って、おっちゃんいない？背景に。あ、ちゃんと見えなかったけど。私があれか、第2回のサムネで一緒に踊ってたおっさんは、もうなんかもう、そういうキャラデザのおっさんっていうか、モブなんだな。ほら、いたいたいた。ほら、こいつ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 。ここだったらドゥーウィーって名前だな。もうそのまんまじゃねえか、今死んだやつと。まあ、いいけど。トリゴスに来ました。ゴルモットの、一番大きな集落です。で、ここで、発展途上の町について説明をしましょう。ほう。アレストの町は、その発展度に応じてランク付けされていますと。これは、デベロップメントレベル、発展点レベル、あるいはデブレベル、通称で、村の、
発展レベルというのは、デブポイントで上げることができます。で、町のデブレベルが上がると、へー、店の品物の値段が下がりますと。でショップによっては、あの売るものの幅が増えて、今まで見たことがないものも売ってるか、売ることになるかもしれません。でデブポイントというのはクエストなどをこなしていき、住民の悩みを解決してあげると上がりますと。なるほど、そこは前作と同じか。星レベルかな、前も話してたな。で、単に出会う人と話すだけでデブポイントは手に入ることもありますと。ほーん、それもそうだな、前作と。メインメニューからのスキップトラベルに行くと、その街のレベルが見ることができますと。はい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 。アレストの、社交的な良き市民として、もうそこら中の村や町のデブレベルを上げていきましょう。なるほど、そういうことね。ちょっとあなたさっき死にませんでしたっけ。よう、コーチップが欲しかったら見ていけな。お、コアチップか。あー、これはあれっすね、ホムラの武器だな。お、めちゃくちゃ強い、すげえ強くなんじゃん。めちゃくちゃ強い。あー、でもウィングチップって持ってんな。あれ、いつ手に入れた、あれかな、サルベージとかしてるときに手に入ったのかな。ちょっと見てみよう。パイラの前、おお、ちゃんとあんじゃん。ガードレートがちょっと下がるのか、ブロックレートってね、10から 8% になるけど、オートアタックが倍近くになるぜ。クリティカルレートも、70-80% ぐらい上がるし、これは絶対、つきどこ。Sword of the Dingo。ほう。あ、そっか。ビャッコの、あれもできんだね。ビャッコはでも、まあでも、どうせすぐ行っちゃうもんね。ビャッコたちもまだいるから、一旦今日はこんぐらいの終わりにしとこうかな。なんかまたチュートリアル君出たな。なんか、ニアちゃんがいるうちに、なんだろう、経験値解析とかしたいんだよね。一人いるだけで全然違うからさ。まあ離れちゃうんだろうけど、いずれ。多分そのレベルは消えないでしょ。で、ちょっとチュートリアル君にちょっと話聞いてあげよう。ショッピングはまだ行ってないかい？新しい町に来たときは、絶対に、地元の、品物は見ていくべきだぞ。今までの君にはアクセスがなかった新しい品物を置いてることがあるからな。うん。もしあれだったら、スキップトラベルを使ってアーゲンダムに戻って、比べてみるのも一興かもな。なるほど。まあ、それは、じゃああれかな。ちょっと待って。近づいちゃうとダメだから、ここには近づいて、オッケー。この先に行っちゃダメなんだな。この先行くと多分ストーリーが進むから、そこには行かないでおきつつ、外出て経験値稼ぎしたり、住民に話しかけたりしときます。今回は、そんぐらいにしとこうかな。あとあれだね、右上も今見てみたら、ちゃんと線の上を、雲が行ってるから、今は道しようってやつなんだな。了解した。OK。じゃあちょっと一応ここでセーブを入れて、待って、なんだ、やっと来た！今までできなかったんだけど、そう、これ使うと、時間変えられるんだよね。なんか場所によってはさ、夜しか開いてない店とか、あとまあ前作だったら、昼とか夜限定の、クエストとか、そういうのもあるから、これあるとすごい便利なんだけど、なんか、アンロックされてるね。OK、OK。素晴らしい。じゃあ、今回はセーブして、
こんくらいにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。さようなら。